私は総合文化研究科駒場の方でですね、一応教員をしてます。で、インタープリター、科学技術インタープリター養成部門というところがあって、そこでプログラムやってるんですけど、三上と申します。どうぞよろしくお願いします。で、今日はですね、ものの政治性ということでお話をさせていただこうと思っています。で、まず目的なんですけども、私たちの周りにあるですね、ものがですね、私たちの行動に影響を与えているよということと、それをついてですね、考えることの重要性というものを学ぶということが目的です。で、目標としては、それがこのものの政治性というのが何だか説明できるということと、具体的な例が挙げられるということと、なんでそれを考えることが重要なのかっていうのを、説明できるようになってほしいなというふうに思っています。で、物の性って何ってことなんですけど、最近このユーザーの扱いがひどくてさ、みたいな、そういうことを物同士で会話しているっていう、IoT とかありますけど、そういうことでは全く、ないんです。で、物の政治性っていうのはですね、その周りたちの身の回りにあるさまざまなものがですね、私たちの行動に、ある程度の影響を与えているよっていう、そういうことを言っています。で、問題になるのはですね、そのような働きに気づく人と気づかない人っていうのがいて、そういうのがいるのがどうしてかっていうのを考えた時にですね、私たちの社会のある側面というのが見えてくる、そういうことなんです。で、まず皆さんにお伺いしたいんですけども、ここに2つ、ハサミの写真があるんですけども、このハサミどう違うんだか、ちょっと分かった人いたら手を挙げていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。どちらが左利きでしょうか。違う。こう。はい。右側にあるのが右利き用で、左側にあるのが左利き用なんですけども、皆さんこれ分かった人どれぐらいいますか。ちょっと手を挙げてもらっていいですか。半分ちょっとぐらいですかね。これまでこう右利き用のハサミと左利き用のハサミがあるっていうことを気にしてた人ってどれぐらいいますか。じゃあ、こう買う時、もしくはハサミ渡された時にですね、これ右利き用だなとか左利き用かなとかって確認する人ってどれぐらいいますか。大抵右利きの人は気にしないんですよね。じゃあ、これはどうですかね。これらの2つの座席、どういう違いがあるかっていうことなんですけども、これは見た目通りの違いなんですけども、誰にとってですね、この座席の違いが大きな意味を持つでしょうか。ワークやってもいいんですかね。ちょっと周りの前後でもいいので、ぜひちょっとどんなことが考えられるかですね、ちょっと相談してみてもらいたいんですけども、じゃあ先ほどのやってたペアでぜひお願いします。こう違い自体はですね、この見た目通りです。見てもらったら分かるっていう、深いこと考えなくていいんですけど。じゃあ、それも説明してあげてください。じゃあ、結構ちょっと盛り上がってきたみたいなんですけども、これかなって思う人誰か、ちょっとどうでしょう。じゃあ、そちらの方でどうでしょう。いや、一人でも多く座れるようにという違いだと思うんですが、はい。誰のためにって言われると難誰にしといなっててこれが意味持ちますか思いね。ました。わかる人いますか。これ教室でワークした時にはですね、さってわかる人がいて、その人はですね、理由としては、今日たまたま電車でお相撲さん見たんですっていう話になりまして、体の大きさがですね、やっぱり人よりも大きかったりとか、着ぶくれしててもいいんですけども、このスペースに入らないと思うと、やっぱりここ座っていいのかなとか、座ってていいのかなとかっていうことを考えてしまうわけですよね。こういうふうにですね、普段気にしてない人もいるんだけれども、ある人にとっては非常に気になるような、そういうこと、もしくは人によってはですね、ちょっと空いてるんだけど、1人分のスペース空いてるんだけど座れないとか、座ってたんだけどちょっと遠慮してどいちゃうとかっていうことも、あるわけですよね。で、こういうことがですね、そのものの政治性ということで、基本的にどれぐらいが普通なのかっていう考え方が、この幅の決め方の中にこう埋め込まれているわけです。で、これだとそうだろう、大したことないじゃないかって思うかもしれないんですけども、これニューヨークの昔の例なんですけども、ここに橋がかかってます。で、これをずっと行くとですね、きれいな、ビーチのある公園につながっていたそうです。で、これをですね、この橋ができた時に、自動車を持ってるですね、中上流階級の人たちにとっても、ただ橋ができたよっていうだけだったんですけども、労働者階級の人たちは自分たちのバス、車を持っていないので、バスに乗ってじゃないと移動ができない。だけれども、この橋の高さがですね、当時の
バスではくぐり抜けることができなかったということが言われていて、まあ、そのこれをデザインした橋をデザインした人が、まあ、わざとですね、その労働者階級がその綺麗なビーチに来れないようにするためにこの橋をデザインしたんではないかというふうに、まあ、言われている橋です。まあ、こうやって考えてですね、その人種差別だったり階級差別というようなところにも非常につながっていくという重要な話題であるということが分かってもらえたかなと思います。で、最初のテーマに戻るんですけど、物の政治性というと、その私たちの身の回りにあるさまざまなものがですね、私たちの行動に対して影響を与えていると。で、物のデザインにはですね、その前提となるような普通な人っていうものの考え方が隠れていて、その考え方に当てはまらない人たちだけにですね、不便さや不安あるいは罪悪感みたいなものを感じさせていると。一方でですね、そうなんだけれども、そのような普通な人の方に当てはまってしまうと、そういうことがあるってこと自体に気づかないで日常を過ごしている、そこが問題だっていうことなんですね。で、なんでこういうことを考えていくのが必要っていうものがいろいろあります。例えばユニバーサルデザインとか、ジェンダーフリートイレとかっていうのが、最近言われてますけども、なんでわざわざこんなことを考えなきゃいけないのかっていうのを考えてた時に、物には政治性があるんだよっていうことがですね、一つ考えられるかなっていうふうに思います。ということで今日の授業はおしまいです。